いやー、やっぱあれですね、3週間も休むもんじゃないなという 感じが否めないんですけども、まあ、すごいいろんなことが起こったんで、この3週間の間にね、そんなに何も起きないかなと僕は、こう、構えてたんですけども、もうこの3週間でものすごいいろんなことが起きてしまったということで、だって3週間前ぐらいに話そうとしてたぐらいのことっていうのは、稲ちゃんですからね。もう稲ちゃんのことなんてみんな忘れてるでしょ。どうでもええわって思ってるでしょ。ねえ、稲ちゃん、それからフワちゃん、南海トラフのこともあったりとかして、もう一個一個言ってたらきりないぐらいのね、いろんなことが巻き起こったわけですよ、この夏。金メダルかってね、オリンピックの金メダルだって、まあ、いっぱい出たでしょ。で、またそれに付随して、その、トドみたい。トドみたいじゃねえよ、あっこ、お前。ね、本当に。どうしようもないことがね、たくさん巻き起こってしまいまして、ちょっと、どうならんということでね、3週間前から今はなんかぐっとこうなんか変わってしまったなというようなねところがありますけれども、まあ皆さん3週間どのように、お過ごしになったでしょうかね。まあ何しか暑い日々をこう過ごしましてね、暑いで、まあ私一応ダイエットをしておりましてですね、まあ、これはもうしょうがないんですよ。健康診断の結果コレステロールがちょっと高いと言われたんで 完全におっさんの理由で、ダイエットに今励んでるんですけど、でもまあ言うたら、体重78キロから始めての今72キロまで落としました。6キロ落としてるんですよ。でもあんま動画とか見ててもね、あんまこう変化がないし、いつもね、衣装を着てやってるんですけど、パツパツ感も、まあちょっとは軽減されたかな。一番ひどい時は本当に、めっちゃ苦しかったですからね。まあ、それに比べたらちょっと良くなってるのかなとは思いますけども。というようなところで、まあ、暑い。暑い日々を過ごしてますしね。まあ、稲ちゃんのことからやる？もういいですけどね、別にね。稲ちゃんも僕は知ってる。まあ、多少ね、普通の人よりは素の稲ちゃんを知ってるんで、まあ、あれですけど、まあ、彼は別にモテますよ。やっぱり、ああいうね、男ですから。まあ、ただやっぱりこう、今制限されるじゃないですか。ね、いろいろと。ちょっとでもなんかやったらすぐね、ああ、どういうことなんだ、おいみたいなのやられるんで、まあ、自由に動けないでしょうから、エッチな画像を送ってくれ。ほんまなんかな？そんななんか、なんて言うんでしょう、不確かなというか、ハイリスクのじゃないのかもしれないけど、画像をもらったら、まあ、リターンがちょっと少ないような気もするんですけどね。ただ乗っ取られちゃいないのかなとも思いますよね、あれね。乗っ取った割には っていうところもあったりするんで まあよくわからないんですけども、まあ、白か黒かはわからないです。そんなに、まあでも悪い子じゃないですけどね。まあ人の裏表なんてわからない、そこまではわからないんでね、なんとも言えないですけども、まあ、あまりいいイメージにはならないっていうのは不思議ですね。あ、ランジャタイ伊藤いうのもあったか。もうありすぎやって。でも、まあ、もうあれでしょうね、今後、その、なんでしょうかね、芸人になろうという人もういなくなるんじゃないですかね、その本当に品行方正な聖人君子みたいな人以外はお笑いをしないという、なんともつまらないことになるようなことになるような気もしますね。もうちょっとでも遊びたい人はもう芸人はきついわと。遊ばれへんしね、別に結婚してるわけじゃない。言ったらね、普通に独身なのにもかかわらず、なんかそんなこともできない、みたいなことになってきてますよね。それを言うとね、おい、
遊びたいのかとかね、遊ぶ人を擁護するのかとか言われますけど、もともと芸人って遊んでる人がなるもんで、あの聖人君子みたいな人はならない、もんですよ。芸のためなら女房も泣かす、それがどうした文句があるかっていう歌があるぐらいですから、ちょっとそこは理解いただきたいという今考えたらすごい歌ですけどね。まあてなことがございまして、あとフワちゃんか、フワちゃんも別にね、ああいうやつでしょ多分。なんか人相見てたら分かりますけど、僕はあんまりいい人ではないっていうのは元から思ってましたけども、うん、まあでも気配りぐらいはできんのかなと。そのね、ああいうキャラをやるにあたって裏ではしっかりしとかないとなってしてる人なのかと思ったんですけど、やっぱりしてると思うんですよ多分、すごく裏では。うん、だからそれでもう一枚めくったらやっぱり嫌なやつみたいなことだったのかな。わかんないですけどもね。ただあの何やろう、一緒に出てた芸人はそこら辺を教育しないのかっていうのに関しては全く意味がわからないですけどねあの芸能人なんて個人社長です。しかもあの子は個人事務所で、しかもあの個人個人がもう社長でやってるわけで、自分を商品として売ってるわけですから、あの他の人の言った会社なわけです。他人はね、他の芸人とかタレントは他の会社の社長なわけですよ言ったら。その人に向かって、いや君こうだよなんて絶対言わないですよ芸能界は何やと思ってるんですかね。なんかねえ、それこそ仲良し同士が和気あいあいとしてるわけじゃないですよあんなものは。みんな自分がのし上がればいいという人間の集まりですから、それがいい悪いじゃなくてね、というかいいんですよそれでね。それをなテレビ見てる人が勘違いしてるんですよね。もっとフワちゃんを教育しろとかねいやそれは一緒に出てる人の仕事じゃないです。ちょっとそれは大勘違い野郎だなというふうに思うんですけれどもね。てなことでございまして、3週間ぶり、そろそろ行きましょうかね。はい、それではそろそろ参りましょう。斉藤紳士の金ラジオ。そうだ、来週ごめんなさい、また休みなんですよ。であまりにも飛んだっていうのと、まあ、いつやるんだかわからないというのでね、今回もあのネタを送ってくれてる人もたくさんいらっしゃるんですけども、あのいつもくれてるのに送ってくれてない人もいます。それはもう僕が悪いんだと思うんですけども、その代表格は本当ミルキー茂雄ですけどお前は忘れんなよと思うんですけど、まあ、仕方ないですね。今日はミルキー茂雄からのネタ来てないという状況なんですけども、まあ、そんな状況で、で来週ごめんなさい、もう東京にいるんですわ。なのでどう転んでもできない。まあ、もし来週ね、その東京に在住の方で、斉藤さんうちを使ってくださいとか、斉藤さんここはあのただで使ってますよとか、ここを使ってくださいっていう方がいらっしゃったら、もうあれですよ、あの勝手にどうぞじゃなくてもちゃんと用意してくれる人がいらっしゃったら全然できるんですけども、それからあったかい布団、お味噌汁ですね、そこら辺が用意できるぞという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、一報いただきたいと思います。はい、こんな金ラジオ普通に撮れるんですけど、おそらくそういう人は出てこないんで、じゃあどうしようとなったら、まあごめんなさい、ちょっと特別編でお茶を濁そうかなというふうには思っておりますけれども、ですので来週はありません。はい、で再来週がまた通常回に戻るという感じで、させていただきたいと思います。で再来週の通常回、なんですけども、ネタの方なんですけども、コーナーを変えます。はい、でまあ、XYZ も変えるんですけど、まあ、いきなり2つ変えるのはちょっと厳しいので、 XYZ はまだ、継続します。でもう A 話のコーナーをやめまして、新コーナーもうここで言っちゃいたいと思います。はい、新コーナーはですね、令和のノストラダモス。はい、なんか今回の南海トラフで ね14日に起こるみたいなことをね、言ってましたよね、ネット 界隈ではね。ところがどうでしょう、起きなかったということで嘘をつくんじゃないってことなんですよ。なのでね、もうそんなものはね、僕らでも予言者にはなれますから、ということで、皆さん令和のノストラダモスになりましょうということでございます。はい、ここでね残しておけばネット上に残りますから、ということで今後世の中で起こりそうなしょうもないことを
できればしょうもないことの方がいいです。予言してください。あと誰々が死にますとか、そういうのはやめてくださいね。それはもう分かってる。まあまあ僕が採用しませんけども、それは、で、まあ、文言としましては、予言しますって言った後に、何かを言うという感じで、もう軽い一言コーナーでございますのでね、どんどん予言の方を送っていただきたいと思います。当たれば令和のノストラダモスにあなたがなれるかもしれないということでございます。はい、それでは例題の方行きましょう。まずこちらですね。予言します。今後何かの映画で佐藤穂奈美は脱ぎます。ゲスの極み乙女のドラムの方ですね。出る映画で絶対おっぱいを出しているという素晴らしい方ですから、今後も映画で出たら多分おっぱいを出す、てか冒頭から出てるっていうね、映画もぜひ見てみたいなというふうに思いますけど、続きましての例文こちらでございます。例文じゃない、例題。予言します。もう二度と唐揚げくんは増量しませんとかね、なかなか苦しいですよね。こう今物価高って言われてますから、唐揚げくん増量は非常に厳しいんじゃないかという、最後ですね、こちらも例題で予言します。大仁田敦は引退しません。引退宣言はすると思いますよ、ただ引退はしませんということでございますので、はい、もう映画が今日で終わりでね、来週からはそれになりますので、何卒よろしくお願いいたしますということでございまして、まず最初のコーナーいきましょう。 XYZ新宿駅の伝言板に書いてあったら嫌なことを書いてください、というわけで XYZ はまだ続きますのでね、よろしくお願いいたします、ラジオネーム虫ケラトプス。 XYZ、 ウィキペディアに載っている女性器の俗称の一つがおまんたん。そうな、おまんたんな、やばいな、やばいなってことだね。おまんたん言うてる、まあまあ、でもまあそれはね、ボボっていうところもありますから、これを放送コードだって言われたらやってられないですからね、いちいちね、あそこだってアウトになる時代になっちゃいますからね。斉藤慎さん、一目でこいつ売れるなと思った人誰ですかね。大体はうわー、一目でこいつ売れるのか、まあ、僕自身は全く売れてないですけども、今売れてる人を数々、の売れてない時代を数々見てますから、でもやっぱ粗品になるのかな。ネタ見た時はおもろいなと思って、まあ彼が僕の単独ライブを手伝ってくれたことが2回ぐらいございまして、まあ、ユニットコントをしてたんですよね。でその時に台本を僕が書いて渡すじゃないですか。ちょっと軽く最初本読みしようかって言って、別に動きもなくただ、セリフのやり取りだけをした時に、僕がこう言うてほしいなっていう100点の答えでしか言わないんですよ、あいつは。ツッコミ方とか、こいつ天才やなって思いましたね、正直。それは今の粗品皆さん嫌いでしょうけど、やっぱ最初の時の、あーすげえなこいつ、才能あるな、売れるなっていうのは、まあ粗品はやっぱパッと浮かびますね。XYZ、古畑見て終わっちゃいましたからね、古畑ね、再放送でもねやってましたけど、ラジオネーム秋が寝てたい兵内芝く。これもう古いことになってしまったな。兵内っていう、まあでもあれは兵内悪いですよね。あれは巨人ファンでも悪いと思うんですよ。かっこ悪いんですよ。抑えてりゃいいですけどね。森下っていう選手にホームラン打たれて、でその後ぶつかりそうな球を投げて、その後に、まあ、曲がる変化球を投げた時にちょっとだけ森下がこう体をのけぞらせて避けようとしたんですよね。それを見て打ちゃうかあいつみたいなのも、なんかこうね、独身術でこう見えるぐらい、ディスってたというのが、ちょっと打たれてなければね別にいいんですけども、ちょっとかっこ悪いんですよね、あれ、とは思いました。はい、これね、ラジオネーム春亭よりく、おとついの一昨日の夜、大阪で謎の停電があったみたいですが、新さん大丈夫ですか。僕のとこ大丈夫でした。はい、正直、大阪市内ではないので、大阪市内と森口市とか言ってたかな、なんかでもね、テレビ番組が突然
こう、まあ、もちろんああいう、ね、テレビ局なんで、あの、なんていうんですかね、予備の電気があったんで真っ暗にはなってなかったですけども、照明が落ちたみたいで、なんかあったんですけど、うちは大丈夫でした。はい、ね、怖いですよ、ほんとね。ラジオネームほうれんさん、むしゃむしゃ、気持ちよすぎてうんこが出ちゃうようなセックスをしたみたい。何を言うと、その気持ちよさともね、通じるところはあるでしょうけどね。もう一個いきましょう。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。これほんまなんかな、宮沢りえ主演、僕ら7日間戦争が YouTube で2週間限定公開されてます。まあ、何度となく見ましたけどね、正直、子供の頃ね。うん、面白いですけどね、好きなのは好きですけど。ラジオネーム、春ていお肉。それにしてもパリ五輪、ひどかったですね。最終日の自転車競技の競輪まで差別なのか、日本潰しの判定がうんこでした。まあ、 僕そんな実は見てないんですけども、でもバスケのね、あれはひどかったですね。アメリカがね、なんかもうブーブーやってましたけど、その何メダルをこうかける表彰式でブーイングって、それはどうなんやろうと思いますけど、それはちょっと違うやろうっていうふうに思いましたけどね。ラジオネーム、虫けらトップス。警察は忙しいねんから、SNS の乗っ取りぐらいで被害届を出すわけにはいかんのや。確かになぁ。不正ログインされたんか。あれ、なんとでも言えますよね、でもね、今後ね。だ、僕のこれもまあ、不正ログインですから、言ってないですよ、本当のこと言うと。これ斉藤紳士の発言じゃないですからね、言っときますけど、これは本当に思いますよね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。安子さん、巨乳お見舞い申し上げます。安子を巨乳としてなんか認知してるのはもうあなただけですからね、ほうれん草さんね。誰もそんな思ってないと思う。ラジオネーム、秋以外寝てたい。なんかもう最近醜い人間が増えすぎてて、街で人とすれ違うだけでしんどくなるんやけど、どうしたらいいかな。あんま考えないことですかね。もう他人のことを考え出したら、 SNS なんか見てたらそういうことしんどいんで、もう僕ね全部ブロックしてるんですよ今。阪神ファンもねこぞってやってます。なんでしょうかね、戦略批判、まあ岡田批判をしてる人、まあ、別に僕は岡田信者ではないんですけれども、誰の時でも文句を言うんですよ、阪神ファンっていうのはね。で、まあそれはいいんですけど、別に言っても、ちょっと見ててしんどいんで、僕は僕は野球が好きなんですよ。阪神ファンなんですけども、一応阪神戦をやってなければ巨人対広島とかも見ますし、阪神対広島の試合でね、例えば菊池がスーパープレーをしたら、なんやねんとは思わないですよ。うわ、菊池うま、最高やな。昨日なんて僕、大社ね、島根県出身でも何でもないけど、大社と、あれ、どこだったっけ、創成館か、長崎のね、試合見て泣きましたからね。素晴らしい、もう最後、勝った瞬間、大社のピッチャーが泣いてて、泣くぐらいしんどかったし、もう実力なんてほぼほぼ一緒ですからね。どっちが運がいいかぐらいのことなんで。本当に感動しましたね。そういうファンなんで、僕は別に阪神命とかでもないんですよね、実を言うと。いや、阪神好きですけども、阪神が優勝したら嬉しいですけども、野球が好きなんで、なんか、そういうなんか変な批判っていうのはもう僕はあんまり好きではないので、全ブロックしてます。斉藤慎さん、一目でこいつ売れるなと思った人誰ですかね。もう大体は狩矢崎翔吾さんが進級して狩矢崎翔六になりました。いいな、好きだな俺こういうの。こういうの大好きなんですよね、本当ね。素晴らしいと思います。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。ラッスンゴレライはクッスン大国から取った説。似てるけど。クッスン大国説明してねってね、確かに合ってますけどね。もう一個いきましょう。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。ミルキーさんへの誹謗中傷ネタはダメだけど、ヒデローさんからの肉棒中使用ネタは大歓迎です。何を言うとん。ヒデローをピックアップしてるのもうここだけやから、ヒデローにも聞いてほしいですよね。まだあなたの名前を使って笑いを取ろうとしてるところがありますよ、ね。
ラジオネーム、ハルテイオリク。こちらは今、8月6日の10時50分。おお、1週間前。あ、もっと前か、10日前。昨日からフワちゃんが面白いことになっております。あと、ヤスコって謎の力に守られてません？面白くはないのになんででしょう。フワちゃん、まあ、謹慎しましたから、もうね、つついてもしょうがないんですけども。ヤスコへのっていうのは、多分フワちゃんが売れてる時はフワちゃんが守られてたと思うんですよ。やっぱね、テレビ業界なんて薄情なもんで、今売れる人にはやっぱりね、それなりの、きちんとした、なんて言うんでしょうね、フォローっていうのをするんですよ。これが、やす子さんがまあ売れなくなった途端に、はいだけじゃ、お前、いつまで売れねえ、バカ野郎、お前。何がはいだ、バカ野郎って言っちゃうんですよね。怖いな。で、また次売れてる子に、やす子さんが同じことをされるんじゃないですかね。わからないですけれど。斉藤慎さん、一目でこいつ売れるなと思った人誰ですかね。大体は、本当に中川家さんはすごいわ。中川家さんはすごいです。中川家さんはすごいですけど、一緒に番組に出てごらんなさい。怖いですよ。もう一回番組で、僕がやるネタを小籔さんと哲夫さんと、まあ、哲夫さんが一応プレゼンしてくれてるという体で、体でって、まあ、実際本当に哲夫さんのおかげで出れたんですけど、それは哲夫さんと、中川家さんと小籔さんが出てるところでネタをやるっていうところで、一番怖かったのはやっぱレイジさんですよ。めちゃめちゃ怖いから。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。村重杏奈のスケッチクと小田上田のスケッチクの何が違うか。あ、そう、スケッチ首まで出してるんですね。村重は、村重ちょっと嫌いなんですよね。まあ全然いいんですけどね。まあ、彼女がテレビ出てたら、まあ、あんま見ないようにはし、見ないようにしてるわけじゃないですけど、なんか、まあ、見ないですよね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。稲ちゃんうまく逃げ切れ、稲ちんランドは開園していません。稲ちゃんってね、まあキャラなのか何なのか、ちょっとねいじれないところがあって、そこは大変なんですよね。カーボーイとふもなぎ論で全然読まれないけど、このラジオで送ったの結構読まれてるので嬉しいですね。村中一丁。久しぶりやな、これ。指原莉乃さんのファンの美優子さんの意味がわからないツイートです。夏休みの思い出、かわいい、うん？夏休みの思い出すぎてかわいい。何が夏休みの思い出すぎてなのかわかりません。皆さんわかりますか？いや、その、全部やからな、それは。まあいいんですよ、もうね、指原さんが好きなんでね。芸能界の星、ミルキーラッキー、荻野式。夏の特別番組に次回抜ける AV 女優ベスト10を希望するが、未成年はいないだろう、茂雄が言うてるってことですね。もうそんなのどころかね、今ね何もできない状況ですからね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。好きなアイドルの名前を叫びながらやらせてくれる彼女が欲しい。最悪や。言うてること最悪やな。ラジオネームハルテイオリク。金太郎へ危険です、今すぐ熊から降りてください。もう乗ってる場合ちゃうよ、ほんまにね。熊が出没してます。でも集まってちょっと今またいなくなったかな。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。アマゾン川に全裸で飛び込んだミルキーさんがピラニアに、アナル以外を食べられてましたが元気に泳ぎました。アナルだけでも大丈夫なあいつ。ミルキーちゃうかな、ほんなら。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。あ、これそうですよ。オリンピック体操金メダルの岡慎之助は、河合雅弘以来の岡山市南区出身のスターだ。北区も負けるな。かもしれない。うち北区ですか。うちってこともないですけども、僕が生まれ育ったのは北区になりますから、今はね。岡山市、市内ですから。本当は三つ郡っていうところだったんでしょう。ですけどね、郡がもうなくなっちゃったんで、岡山市でございます、今はね。そうなんですよね、岡選手、もっと騒がれていいんじゃない、なんで全然言えへんの、言ってんのかな。
もっと言っていいでしょう、もうそれ国民栄誉賞みたいなバンバン上げないと、あんだけすごい金メダル取ったんだからね。本当に岡選手素晴らしかったです、僕はちょうど岡山に帰省していた時にもメダル取ってましたから、すげえなと思いますけど、ラジオネーム秋が寝てたいこの世にチンポがある限り週刊文春は永久に不滅ですやかましいまあでもそうでしょうね、下半身ネタっていうのは売れますからね、ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、相撲芸人赤津の嫁で元かりんと川端くんの姉が水壇に出て、ほんまに、あそう、へえ、これはあの僕はもう川端くんから聞いた、でもそれまで知らなかったですけどね、なんか東京行った帰りのバスで川端くんがたまたま隣の席だった時に、しんさん赤津くん知ってますか、赤津くん知ってるよ、当時まだスイダウとかには出てなかったと思うんですけど、あれ僕のお姉ちゃんの旦那なんですそうなの、ラジオネーム芸能の星、夏の恒例テレビ番組、フワちゃんは不適切発言で辞職しても和田アキ子は動じない、いや そうなんですよ、動じない、いいじゃないですか、ブレてないっていうね、ブレろって話ですけど、カーボイと不毛な議論で全然読まれないけどこのラジオ読むというのは結構読まれてるので嬉しいですね、ムーラジオ一丁フワちゃんとやす子さんの件はどう思いましたかっていう真面目な感じで来ました、ね、まあいやフワちゃんが悪いでしょフワちゃんを擁護する気は一切ないですし、トンツカタン森本とエマストのカノと一緒にいてて、で誹謗中傷するならこういう文言になるだろうというふうにやっていたと、その場にいた人には見せていたけどあの二人には見せてない、いや嘘つけカノも森本も同罪やろね、えアウトですよあの三人だって、カノが大坂なおみに何ちゅうたか、そういう人間性ですよ結局、バカ誰が何を守っとんねん絶対そのうちまた言うぞ、カーボイと不毛な議論で全然読まれないけどこのラジオで送ったの結構読まれてるので嬉しいですね、ムーラジオ一丁、指原莉乃さんのファンのみゆこさんの意味がわからないツイートです、莉乃ちゃんがハーフアップしてくれるだけで寿命5日延びるいい体してますね、じゃあね、そんなことでなるんだネットフリックスの星、地面師たちより今流行ってるらしいですね、地面師たち、これ新庄光さんでいいかな、あの人ですよね、京商邸宅のあの人が原作なんですよね、北村一輝和樹、どっち和樹か演じるシャブ中の竹下に、あかんなシャブどころではないであれはと、静岡県の出身で薬物逮捕歴のあるピエール滝に言わせる演出素晴らしいこれは狙っとんな、ああ面白いな、ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、元阪神の抑えのオスンファンはまだ現役バリバリ、そうなんですよね、オスンファンってすごいですよね、石直球、すごいんですよ、うわーラジオネームハルテイオニク、2023年の24時間テレビのマラソンランナーは誰でしょう、うわ覚えてないわ、え誰、フワちゃん違う、あマジで知らん、僕の中でね基本ね赤井さんで止まってるんですよ赤井秀和で止まってるの、泉秀が並走してるとこで止まってるの、ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、深緑のシャツを好むようになったらおじさんの仲間入りなんそうなんですか、それは分かんないですけどね、あ来ましたね、ルフの星、南海トラフによる大地震がやってくる必ず近々予言者が作り上げられテレビ報道される、まさにそれをね今金ラジオで作ろうとしてます、再来週から始まりますね、令和のノストラダムス、よろしくお願いします、カーボイと不毛な議論では全然読まれないけどこのラジオで送ったの結構読まれてるので嬉しいですね、ムーラジオ一丁指原莉乃さんのファンのみゆこさんのその願いは難しいと思うツイートです、あとこれ嬉しかった、好きな人が長生きすることは嬉しいこと、
リノちゃんが長生きするな、生きてるなら長生き少しは嫌じゃないかと思ったのってなった。あとは認知症になってもリノちゃんのことを忘れないように努めるだけのこと。かっこかなり長期スパンでオタク人生を考えてる人。もういいんですよ、みゆこさんはね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。夏の終わりにスーパー夏の終わりにスーパーハボキでアナルの大掃除、大掃除をしてほしい。やかましい。スーパーハボキ、懐かしいですね。さあ最後いきましょう。ラジオネームうな重一丁ですね。指原莉乃さんのファンのみゆこさんのそんなこと思ってないだろうと思うツイートです。可愛い世界一好きなスリーショットということでね、指原さんとこれは小地春と峯岸みなみのスリーショットです。一番好きなんこれが。やばない、これが一番好きなん、いいですけどね。さあ続いてのコーナーいきましょう。これ最後です。だから萌えは世の中にはびこる萌えはと思うことを教えてください。今日で最後でございます。ラジオネーム虫ケラトプス。お気に入りのキャバ嬢を芸能界デビューさせるおじさん権力者、萌えは。まあいつの世もあることですからね。下手したらゆうちゃみもそうなのかもわかんないですけど、ラジオネーム秋以外寝てたい。バズることだけが正義みたいな風潮、もうええわ。 SNS はもはや宗教、なくなってしまえばいいのに。もう辛辣なもうええわですね。でも確かにバズることをね、それもさんまさんがなんか言ってましたよね、粗品とフワちゃんのやつかなんか言ってましたよね。お前ちょっとバズったらええと思ってるやろって言ったら、そうやって言ってましたということね、言ってましたから。ファッション界の星、猛暑は汗の匂い消しに香水必死。そういえばおったな、猛暑男は汗臭いって言ってね、もう二度と立ち上がれないぐらいの処分を受けた人ね。解雇かなんかなったんです。そこまでのことなんと思います。ハイブランドのコロン買うお金なくて消臭剤かけるしかない、もうええわ。いいんですよ別にハイブランドの、臭いですからねあれのね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。千馬さんは、3000億の借金を 1.5 億の返済だけで許された、もうええわ。なんでそれをちょっとチクッと言おうと思ったのか分からへん。別にええがな。ラジオネーム秋以外寝てたい。終盤のチャンスでキャッチャーに打席が回ってきても堅くなり代打を出さない阪神岡田監督の意固地采配、もうええわね。そうやってまあ分かるんですけどね、気持ちはね。僕はまあまあもうそれはしょうがないと思っております。はい、しょうがない。我々がどうしようもないんでね、監督を変える権限もないんで、で僕は岡田監督好きなんですよ。申し訳ないですけども、岡田監督を選手時代から一番好きなんで、まあ正直代打出せやって言ってますけども、テレビの前ではね。それはもう SNS では言わないですよ僕は。ラジオネーム、バチバチに決めてメイドカフェに客として行く北川景子、ギャップ萌え、すごすぎるネーム。そうなん。大体は真偽わかんないです。体は男、心は女である葵は普段は女装をして過ごしている。学生時代さまざまなことで悩んでいた葵を、お前はそのままで行け、俺が何とかしてやるという言葉で救った幼なじみの正樹は、密かに葵に恋心を寄せていたが、なかなか告げられずにいた。そんな正樹は働いている会社の東京本社からスカウトされ、その日のうちに数日後の地元から東京へ行く電車の切符を買った。これをいい機会だと考えた正樹は、葵とどうしたいのかを考えた。悩んだ末、正樹は葵に思いを告げて目の前から立ち去ることを決意する。出発当日、駅のホームまで見送りに来た葵に思いを告げ、後腐れなく地元を離れようと電車に乗り、発車の電子音が鳴った瞬間に葵が乗り込んできた。突然のことに驚いていると葵が一言、何とかしてくれるんでしょう。その言葉を聞いた
あとどちらからともなく笑い始め、まさきが葵を優しく抱きしめながらつぶやく。もうええわすいません、ちょっと最後カミカミになってしまって申し訳ないです、いやー素晴らしいですねもうええわのコーナーもね、ちょっと料理の仕方だけでこんだけ変わるというね、見本のような素晴らしい、ラジオネーム秋が寝ていたい、止まらない芸能界の不祥事の連鎖、もう男は全員チンポ切れ、もうええわいやこれだから芸能界だけじゃないんですよ、これぶっちゃけると一般社会でも行われてるでしょ、多分社内不倫とかしてるんでしょどうせね。けどそれは表に出ないだけです。人間っていうのは基本的にそういう生き物だと僕は思っております。だから芸能人が悪いじゃなくて、多分一般人もやってると思うな、やってる人はやってますよ。ラジオネーム虫けらトップス、不破のノースリーブは見たくないと主張する見た目がゲのゲのおじさん確かにね、フワちゃんにも相手にされないだろうというようなね人が結構ね言ってるかもわかんないですね。ラジオネーム、猛暑の星、夜の時限爆弾、マンションの廊下に死んだと思ったセミを見つけると突然泣き出し暴れ出す、それ心臓止まりそうになるのでもうええよあるなこれ、ビクッとしますよね。生きてた、ね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。なでしこジャパンのスケパンを楽しみにしているスケベ野郎と、勃起している選手目当てで競泳を見ているスケベ主婦。どっちがスケベ競技で金メダルを取れるかな、やかましは。昔、友達とね、そう深夜に。どの競技が一番抜けるかみたいな話は確かにしたことありますね。その時はまあ陶器やったんでね、フィギュア一択でしたけど、ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、関根大輝は金ラジオ一生聞きませんように俺関根大輝何も言うてんわ言うてないですよ別に、何にも関根選手には、頑張ってください本当に、DNA の選手、もうあんま関根知らんのよな、DeNA の選手やったっけ、そんな誹謗中傷を受けるようなね選手ですかね、阪神に来たらいいじゃんね、もっと受けるか。ラジオでは秋以外寝てたい、自分から検索しに行ってなくても断るごとにネットに出てくる粗品フワちゃんと一緒に消えてくれ、もうええわ。いやこれほんま俺も不思議なんよな、別に粗品のこと全然検索してないのになんかむちゃくちゃ出てくるの、あれなんなんやろ、YouTube とかほんま2個に1個は粗品なんですよ。いや粗品俺そんな見てないって思うんですけど、すごいんですよね俺ね、それは見るわって感じなんですよね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、そりゃ橋本環奈の女子大生とアパホテルに行ったらあそこもカトゥンカトゥンになっちゃうよね、もうええわそうか中丸くんもや、中丸くんもあったんや、忙しいなあもう。今日これをアップするまでに誰かがならないことを祈りますけどもね。本当ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、戦車が大嫌いなミルキーさんはアンチ安子決定と思ってよく見たら違ったので残念、なんやねんなんやねん違ったので残念って、もう一個いきましょう。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、ザ・パンチのねえお願いだから死んで、なんかもう一生言えないじゃん。いやほんまそうやねん、まあ、死ね殺す、まあ、もちろんダメですけど言葉として、でもまあこれ擁護するわけではないですけど、昔松本さんとかもよくなんかすごい溜めて、例えば法政さんとかに死ねって言ってたのはもう言っちゃいけないことやん、その死ねなんていうのは、それを言なんか短絡的ですごい言っちゃダメなセリフをこの状況で言いましたよっていう一応笑いだったんですよ、あれはもう今言えないですけどね、それを擁護してるわけじゃないですよ、でもそれは面白かったんですよ、なんか言うんかなと思ったらもう死ねって、いやそれだけかいっていう面白さをあれでやってたんですけどね、まあまあそんなことはもうダメですよね。ラジオネーム秋以外寝てたい、海外で夏休みを満喫してるくせにわざわざ緊急で動画回して日本の芸能界のごたごたに首を突っ込んでくる霜降り明星せいや、お前再生数稼ぎたいだけやんけ、必死か、もうええわ
聖夜は僕見てないんで何とも言えないですし、聖夜はあんま出てこないんですよあの YouTube が粗品はガンガン出てくるな。ラジオネームほうれんさんむしゃむしゃ、トルコの無課金おじさんはポケットに突っ込んだ左手でチンコいじって、そうもうええわいじってへんわかっこええねんからな。うん、これでもな、確かにそうやねんな。もう一個いきましょう、ラジオネームほうれんさんむしゃむしゃ。まあこれね、フワちゃんのオールナイトニッポン、放送では放送基準というルールを設けており、他者を尊重しない誹謗中傷する行為については決して認めることができないので、降板を決定しましたという記事を載せてみて、それについて、ならば霜降り明星もオールナイトニッポンから降板させろよ、もうええわこれは言えて妙ですよね。素晴らしい事実ですからね、これは、しょうがないかなと思いますけど、バチバチに決めてメイドカフェに客として行く北川景子、ギャップ萌えすごすぎるネーム。大体は養成所で出会った天才肌の数とコンビを組んでいた光は己の才能に限界を感じ、コンビを解散して自分は引退しようとしていることを数に告げる。同じように解散したらまた引退しようとしていた数に、まだ芸人を続けるように光は猛烈に説得し、なんとか数は芸人を続けることを決意する。それから十数年後、営業の仕事から直帰して早めに帰宅した光は、妻が軽く作ったつまみを食べながら中学生の子供と一緒に何気なくテレビを見ていると、数が MC のテレビ番組が始まった。数の発言に子供が笑い、晩ご飯を作っていた妻もつられて笑っていることに気づく。あれから数えるほどしか連絡を取っていないが、数がとてつもない鍛錬を積んだのは確か。その結晶は確実なものになった。自分は夢を叶えることはできなかったが、人生の伴侶に出会い、幸せな家庭を築き上げた。その家族と一緒に数のことで笑えるのはどれだけ感慨深いか。テレビの中でカズがボケた後にポツリと突っ込む。もうええわいやー素敵やんというね、ほんまになんか小編を読んだかのような、気持ちになります。素晴らしい、ありがとうございます。ラジオネーム、この気持ちをちょっとね引きずったままいきたいと思います。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。ミルキーさんがサッカーをやるとアナルは常にオフサイドポジションでしたお前がもうええわ、ほんま。何やねん、ずっとミルキー茂雄のアナルネタもう一個いきましょう、ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。アンドゥ・トロアの彼女さんは、ああ見えて夜の寝技はなにわのクロマグロらしい橋本里奈さんというね、だと、お付き合いをされているという、よかったねということでございますけど、さあ最後いきましょうか、ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。昔ユーミンは山田邦子は好きだけど清水美智子は大嫌いと言っていた印象が強いので、清水美智子のユーミンとの仲良しエピソードを聞いても違和感しか覚えない。ちなみにユーミンは千春のことをものすごい馬面と言ってました。もうええわエンディングですものすごい馬面や言うてない、恐ろしいな、ユーミンこそ毒舌ですからね。さあということでございまして、通常回をねやらせていただきましたけれども、申し訳ございません、来週はまたお休みでございます。再来週通常回に戻りたいと思います。ちなみに再来週の通常回から、もう映画のコーナーが終わりましてですね、来週からは、令和のノストラダモスが始まりますので、何卒よろしくお願いいたします。またね、コーナー概要の方は、前世が金玉の方に、固定で載せておきますので、何卒よろしくお願いいたします。さあというわけでございまして、暑い夏が続いております、芸能人が SNS でね、やらかしております。はい、SNS だけじゃないですよ、まあ、でも大概 SNS ですよね、やらかしております。怖いです非常に怖い世の中になっておりますけれどもね、私はですね、ただただ、なんか阪神のアンチコメントをする人をブロックしていくという、あとなんかわけのわからない巨大コウモリが出たとかですね、あとなんかストリートファイトでなんか女性を殴ってる女の画像とかね、そういうのも全部ねブロックしてますんでね、
何卒よろしくお願いいたしますということで、皆さんそんなの載せないでくださいね、はい。というわけで来週はお休み、お休みというか特別編でございます、はい。で再来週金ラジオまた復活いたしますので、この夏はすいません、ちょっと休みすぎて申し訳ないんですけれども、何卒よろしくお願いいたします、はい。というわけで今週は以上でございます。また、まあ、来週一応やるんですけどね、来週と言っておきましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。Thank you.